ギオーム4世は、ルクセンブルク大公。オランダ王を兼ねていた、ウィレム1世、同2世、同3世に習ってオランダ5名でウィレム4世と呼ばれることもある。ドイツ5名はビルヘルム。ナッサウコーアドルフと、ヒアーデルハイトマリーホン・ホナンハルト・デッサウの長男として生まれる。好位継承者とされていたが、1866年にナッサウ公国は、 プロイセン王国に併合されたため、父と共に敗された。後、1890年に、父が新たに、ルクセンブルク大公に迎えられたことで、その継承者となり、1905年に、父の死去により、大公位に就いた。1893年、ポルトガルの廃王ミーゲル一世の娘マリアーナと、結婚し、6人の娘が生まれたが、男子は得られなかった。そこで、 それまで女子の継承を認めていなかった継承法が改正され、1907年に長女マリー・アゲライドが継承者とされた。1912年に死去。マリー・アゲライドが即位した。妻マリー・アンヌとの間に6人の娘を設けた。ありがとうございます。